こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはセイフと守護霊増員の法則ということでお送りしたいと思います。はい、今回も引き続きましてセイフの話でありまして、まあ今度はセイフと守護霊の増員の法則ということでですね、お話ししていきたいと思うんですが、まあセイフって何っていう人は前回のね動画で新しくこう定義した言葉でありますので、ぜひ覚えてほしいんですが、セイフというのはスピリチュアルアトラクティブフォースの略でセイフというふうに呼んでおります。でこれ何かというと、まあ霊的万有引力とも言うべきですね、法則がありまして。それは何かというと、霊界というのは大きければ大きいほど、ね、霊界の質量が大きくなればなるほど、その霊界の霊力が強くなると。霊的な影響力が強くなるということですね。つまり、我々は誰もが霊界というものを、まあ、持ってるわけですけども、ね、それは心を窓口にして、心根を窓口にして霊界とつながってるわけですけども、それによって、まあ、その霊界を持っていると。で霊界、その霊界が自分にも影響するし、実はその他人にもね、関係する他人にもその霊的な影響力は及んでいくわけなんですけども、人それぞれ持っている霊界の大きさというのが違うがゆえに、その影響力は違うんだということがまあ言えると。まあこの辺の霊界の話、霊界のそのね法則みたいな話というのはまあ基本的な話なので、まあ霊界について知りたい人はという再生リストがあって、まあそちらの方にいろんな話をねさせていただいたり、結構初期の頃にそういう話をしてたと思うんですけど、まあそういった話がありまして、それをまあ以前は霊的万有引力だとか、まあそういうね物理学の用語で呼んでいたんですが、まあそれだと物理学のそれと勘違いするという人も出るかもしれないので、新たにスピリチュアル的な意味合いにおけるその引力というもの ね霊界の引力というものが存在すると。でそれは何かということで、新たに言葉を定義して、それをスピリチュアルアトラクティブフォースという言葉にして、でちょっと長いんで略して頭文字を取ってセイフと、 SAF という頭文字でセイフというふうに呼ぶようになりましたと。でまあその霊界のね引力があるんだっていう話は、まあ基本的な話として踏まえておいていただいて、今日はそれが実は守護霊のね、守護霊ってまあ、存在がいるという話はもう散々しているので、まあ細かくは言いませんけども、ただ守護霊もね一人じゃなくて複数人いるということがまあ分かっておりますと。でまあそれぞれに役割を持っていたり、なんでしょうね、一つまず聖守護霊というね統括的な存在がいて、あとはこういろんな役割の補助霊じゃない、守護霊のね役割がいて、でバックエンド的にこう時々こう増員される、こうなんていうかね、友軍的な守護霊もいると。で我々はまあそのスターティングメンバーみたいなのはだいたい日々人によって異なるんだけども、まあ時々ね増員して増えたり減ったりしてるわけですね。でこれに関する法則ってまあ、あんまり話してなかったなと思いまして、今回はこのセイフという言葉とともに話してみたいんですけども、まあ、守護霊のね何でしょう、数が増えるっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりそれだけ影響力を及ばさなければならないような、まあ、志とかね、要は目的意識、目標というものがあると、それに応じて集まってくるという説明は多分以前から昔からしている説明なんですけども、もう少し踏み込んでみると、志が大きくなるということは自分自身の影響範囲が大きくなるということなんですね。自分のために生きるっていう人は自分という個人のためにというね範囲がすごい狭いじゃないですか。でも家族のために、家族が幸せのためにって言った瞬間に自分以外の家族も含めた範囲なので少し広がりますよね。で家族だけじゃなくてお隣近所地域の人たちも含めて幸せにっていうと、家族よりもさらに大きくて地域社会とか、あるいは自分の属している会社のっていうと会社全体になるわけですよね。
まあそんな具合にですね、ここいわゆる志が高くなるというのは影響範囲、ね、考えなければならない、影響させなければいけない範囲というものが広がるんで、そうするとですね、なんですかね、そういうでかいも大きくならざるを得ないと。ただ言いましたけども、前回言ったように、霊界の質を決めているのは情報量と、あと感情的な質だということがあるので、まあその志がだけやってもやっぱ抽象性が高いのでね、抽象性が高いままだけで何の情報量もなく、感情的な質もないと、やっぱりなかなか 本質的に霊界の霊力という形でね、権限化の力が出てこなくなってしまうので、志が高く持ちつつ、そこに情報量や、あと感情的な質を高めるのも、まあそうやることによって霊界がまあ大きくなるわけですね。で、政府の力が強くなると。で、そうするとですね、実は霊力を発揮する媒介になる、ね、霊的存在というのが必要になってくるんですね。実は霊界でただただ大きければいいというものではなくて、大きくなってその霊界の中で働くね、霊的な存在っていうのがやっぱり介在してくるんですね。それはまあ私は中取り継ぎと呼んだりしていますが、中の中間の取り継ぎをしてくれる霊ね。で、そういう存在がぐわーっとこう引き寄せられてくるんですね。この政府が大きくなると。だから政府が大きくなると引力が強くなると。で、霊的な引力が強くなる。つまり政府はその霊的な引力そのものなんで、政府が強くなるということはいろんなものを引き寄せる。で、まず何を引き寄せるかというと、霊的にその何でしょう、なんていうか、こう自分の方にね、霊的なエネルギーというか霊流をこうガーッと引き寄せるようなんですね。もちろんどういう霊流を引き寄せるかっていうのは、その人の感情的な質とかね、そういう内容、情報の内容的なものにも関わってきますけども、そういうものを引き寄せてくる。その中には守護霊の存在もね、こう入ってるんですね。守護霊というものもどんどん引き寄せる。だから守護霊団と呼んでますけども、その守護霊のグループね、その人数もどんどん増えていくんですね。霊界が大きくなると。で、霊界がしぼんでると、あんまりたくさんの守護霊がいないと。スターティングメンバーの本当にコアな人しか周りにいないという状態で、政府が大きくなり、どんどん強くなると、引き寄せる力が強くなると、守護霊団も増えてくるということが言えるんですね。だから、なんかどうしたら守護霊団の人数増えるのかっていうと、基本的には、霊界を大きくする。これしかないですね。うん。だけども、まあもちろんね、バックエンドとして、まあその予備の、いざという時の控え選手をこう増やすという方は、いくつかあると思うんですけども、アクティブに動いてもらっている、ね、常にアクティブに動いてくれる守護霊団を増やしていくためには、やっぱり霊界もアクティブである必要があるし、かつ大きな、政府を持つ、霊界を持つ。ね。霊界にしていく。ね。自分の持っている霊界を、の政府を高めていくってことが大事なんですね。なので、単純に霊界の大きさと守護霊の力って、ね。なんか関係なさそうに見えて、実はそういうところで相関関係はあるんで。まあ、説明するときはバラバラにしてることが多かったんでね。まあそういうセーフっていうせっかく言葉を定義したんで、この言葉もね、なるべくなら、まあ、理解していただかないと、なかなかこの言葉で話を進めていけないんで、まあ今回もまたこの言葉を使いつつですね、今度は守護霊との関係性、セーフと守護霊との関係性は、実は守護霊増員に関わっているんですよっていう話になります。まあそんな感じでですね、まあ霊界と守護霊というのは本当に、でも切り離せないもの、もちろん守護霊自体が霊界にいる存在ですからね、自分の霊界がしっかりとしてないと守護霊もしっかり活動できないので、その辺がね、守護霊はいるのになんでいろいろとあんまりこう助けてもらえないのかとかね、いう部分でいろんな疑問が出てきてしまう原因にもなっているので、まああくまでね、こう霊界というものをまず確立していくんだということで、政府の力をね強めていきましょうと
いうことで、一つね、スピリチュアル的な方向性としてね、検討してみていただけたらと思っております。ということで、今回もシゴスピラジオをお聞きいただきまして、ありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。